まあまあ、簡単に言うと、だって生命保険って、だから自分の死にかける、賭けだから、そもそもが。だから基本的に、早く死なないと大体損するんだよ。損しかしないからね。まあ、極論すると、自分は。金銭的には。しかも割は悪いからね。まあ、そもそもその保険金がお、まあ、保険金降りないケースの方多いわけですよね。降りても意味がないぐらいの時になって降りるとか。だってあの終身生命保険でわけわかんないですもん、存在価値が。ねえ、よくあんなプロパガンダに成功しましたよね。でもおかしい、不安を煽って商売をしてる人たちがいますからね。そうなんですよ。不安を煽る商売が一番儲かるんですよ。不安が一番視聴率も取れますし、そうなおんです金よ。も儲かりますし。本当に最低の商売だなと思いますけれども。だからまあその生命保険はやはりまあこう非常にこう売るのに手間がかかってる商品で、でまあ商品としてこう手数料、実質的に保証にも貯蓄にも回らない部分が大きいので、まあ入んない方がいいですよと。ファイナンシャルプランナーもその相談料だけではなくって、例えばこう生命保険を紹介して保険会社からお金をもらっているという形式のビジネスをしている人が非常に多いので、まあこれは商品を売る人に相談してはいけない。俺はまずその前提として、自分が死んだら誰かが金もらうって物騒だなとか思っちゃうんですけど。いや、逆に気持ち悪くない？だって俺が死んだら金もらえるんだよ、家族。死ねえって思わない？でもどうです逆かにね。平気なんだ。自分が死んだ後のこととか考えちゃう。全体としてなんでそんな自分が死ぬなんていう縁起でもないことを想像したくもないっていう。いですね。や、だから遺言とかも書きたくないの。感情として。え、なんで俺が死ぬこと前提で考えちゃうの？だから同じく終活ってあるじゃん。もう意味わかんない。楽しい？それやってて。だからその遺言書を書いたりとか、人間関係の整理をするとか。なんかそうらしいですよ。死んだ後のことなんか考えたってしょうがないのにと思って。いや、死んだ後さ、それを自分が死んだ後の世界見れるんだったらさ、それはちょっと考えるけどさ、見れないからさ、考えても無駄だなと思って。まあまあ、簡単に言うと、だって生命保険って、だから自分の死にかける、賭けだから。そもそもが。だから基本的に、早く死なないと大体損するんだよ。損するっていうか、まあ、損も別にしないんだけど、損するよね。だから掛け金払ってるわけだからさ。てか、損しかしないからね。まあ、極論すると、自分は。金銭的には。しかも割は悪いからね。生命保険って、まず、営業コストが、まず入ってるからね。政府の営業の、政府レディみたいな人たちの営業コストとか、テレビ CM とかバンバンやってるやつとか、ああいうのも全部、あれがまず営業費用に乗ってるからね。その分でまず損してるし、さらに運用ってやってるんだけど、長期的な資金が入ってるから。で、運用でバブルの頃とか結構失敗して潰れた生命保険会社とかも結構あるんで、保険金の支払いすらもされなくなるっていう。でも、もともと生命保険って株式会社じゃない形態が多いんですよ。総合会社って言ってます？総合会社っていう形態の会社が多いんですよ。まあ、要は、互助会っていうのはもともと最初にベースとしてはあるんで。だ今でも、例えば沖縄とか行くと、モヤイとかってのがあって、モヤイっていうのがあるんですよ。モアイって、模造紙のモに合う。モアイって言うんですけど、モアイとかモヤイとか言ったりするんですけど、そういうこう相互扶助の考え方がもともとなんで、いまだにだから沖縄とか行くと、10人とかでモヤイの会とかやってて、月に1回みんなでそれで飲み会をやって、じゃんけんして勝った人が総取りできるみたいな。1万円ずつモヤイの会やってますみたいな。誰かが10万円もらえる。まあ、もともとはそういうものなんで、誰かが、自分たちの仲間の誰かが死んだら、その家族のために、じゃあみんなで1万円ずつ分け合って10万円渡してあげようね、みたいな。そういうのために積み立てしときましょうね。誰かが亡くなったらそれをもらいます、みたいなのをでかくしたのが相互会社。相互会社って結構珍しい会社の形態を取ってますよね。加入者一人一人が社員だったりするんですよね。生命保険会社って。相互会社の場合は。そういう契約になってると。これもも知ともらとなかったそういうです。相互扶助の考え方からできてるんですよ。まあだから今みたいな話です。要は。村そういうことでで。誰かが早くして亡くなった場合にかわいそうだから、そう、それをもらえるような仕組みにしましょうねっていうところから来てる。いや、なので、まあまあ、亡くなることの方が、早くして亡くなることの方が少ないので、早く亡くなって金いっぱいもらえてラッキーみたいな話に結局なるんだけど。そこまでケアする必要があるんですかって話なんですよね。
みんななんかさ、そうやってまた守るべき人っていう風に考えちゃうところが面白いなって逆に思っちゃうんだけど。別に。なんかそこにしかもお金の関係が出てくるっていうのが面白いなと思って。金さえあれはいいのか。へえ、みたいな。なんか、えぐくないと思って。だ遺産相続とかの話も、なんか気持ち悪いもんね。見てて。ね、まあ、それに類する話だなって俺なんか思っちゃうっていう。まあ、そもそもその保険金がお、まあ、保険金降りないケースの方が多いわけですよね。降りても意味がないぐらいの時になって降りるとか。だって死ななきゃ降りないんだからさ、死亡保険金はさ。まあまあ、いろいろな特約をつけてるケースあるけどね。なんかその、がん保険とかね。それは若くして亡くなった時が一番得するわけじゃね。だけど自分には入ってこないみたいな。あ、自分はもう死んじゃってるみたいな。でよくそんなのに入れるなと思って。いや、お前はなんか血も涙もないのかぐらい言われるけどね、そういう話をすると。いや、だけど逆に金さえあれば、金でしか愛情表現できないのかとか思っちゃう。投資の話とも結構似てるんですけどね。だから老後資金を貯めますとか、そういうのに結構僕は似てる話だと思ってて。そもそも自分が困ってる時に誰にも助けられない人間って生きてて意味があるのとかって思うんですよね。いや、どんだけ自分に自信ないんだよって。俺はなんか困った時があったら、後輩が助けてくれるはずだと思って生きてる方が楽しくない？まあ、もちろんそのなんか頼ろうと思ってるわけでも何でもないんだけど、まあ、万が一なんか、本当にどうしようもないことが起きたら誰かに助けてもらおうとかって思いながら生きてる方が楽しいかなと思って。俺は金しか信用できないんだって思って、老後を生きるとか超嫌だなと。あの人にはすごいもらったし、今度僕は助ける番ですって言ってほしいよね、なんか。生命保険会社に金使うぐらいだったら、そういう人たちに使いたい、俺は。それこそが本当のいいお金の使い方なのかなっていう。そういうものしか信用できないっていうのは、なんか違う気がするな。その終身生命保険ディスり続けて、ここに十何年って世界から。新書も出されてましたよね。もうずーっと出してますよ。はい、だって、終身生命保険でわけわかんないですもん。存在価値が。ねえ、よくあんなプロパガンダに成功しましたよね。本当によくできましたよね。だから普通の掛け捨てだと入らない人たちが、終身だと騙されて入るんで成り立ってるんですよね。でも実質的には超あの利回りの悪い掛け捨てマイナス資産運用保険なんで、しかも本人死ぬとき86とかじゃないですか、89とか、はいはい、息子や娘が何歳かって60いくつとかなんですよ、はい、いらねえよそんな生命保険でお金もらったってっていう意味が分かんないんですよ。だから生前の贅沢を全くせずに一生懸命政府で月5万円とか積み立てていって、死んだらその自分が老人の時に死んだ時にやっぱりほぼ老人の娘息子に残るだけなんですよ。でもね、一つだけ役割があって生命保険って、はい、生命保険があると娘息子や孫が大事にしてくれますいや、これははっきり出てるんですよ、調査で。そうなんですね。まあ、生命保険だけじゃないですけど、遺産が多ければ多いほど子供たちはちゃんとそのおじいさんおばあさんを大事にして、まめにその訪ねてきてくれて大事にしてくれるというのは分かってます、やっぱりみんな現金ですから。いやだからさ、そういうのが嫌なんですよね、僕はね、またね。なんだよ、結局金の関係じゃねえかよ、お前らっていう。まあ、基本はそうですよ。だったら、なんか普通に別に家族じゃなくても、なんか後輩とか友達とかにおごってた方が全然いいじゃないですか。うんうんうん、私はずっと言うのは低減型の掛け捨てに入ってくださいという話をしています、はい。子供の年齢に応じて、ちっちゃいうちはたくさん出て、大人になって、もうあんまり出なくなるぐらいで、本当子供がちょうど社会人になっていらない頃にはもうなくなっちゃうような低減型にするのをお勧めしてます。本当にね、特に日本は政法に関しては本当独特な状況にはなってるんですけど、それでも今、現在の会社との契約を継続したいっていう、もう7割ぐらい。まあ、だって知り合いから入ってますからね、なかなか切れないんですよ、これ。ね、そうなんですよ。なんか僕も実家に来てましたよ、なんか政府のおばちゃんが、うん、で俺の保険に入らせようとするから、うん、マジで俺絶対嫌だからだから持ち家買って、それこそ終身保険かけたら全然お金たまんないんですよ、うん、仕組みとして、うん、でそれで老後不安だ不安だっておかしいんですよ、構造がそれは不安でしょっていう。でもおかしい、不安を煽って商売をしてる人たちがいますからね。そうなんですよ、不安を煽る商売が一番儲かるんですよ、うん、不安が一番視聴率も取れますし、そうなんですよ、お金も儲かります。本当に最低の商売だなと思いますけれども、うん、でもね、言ってもね、うん、聞かないっすね、うん、面白いっすね。15年ぐらい続けてますけど、そうです、ね、でも全部浸透してきてますよ、だんだん、うん、本当ですか。私の周りの人は理解してますよ、そのずっと聞いてる人たちは柔軟で、そう、
そも子供でもいて自分が死んだ時にお金に困る人がいない限りいらないんですよ、生命保険って、うん、なくてもね、自的にね、生活保護に頼ればいいわけだからまあでも本当に老後楽しく暮らしたいと思えば、お金のこととか家のことを心配するよりも人間関係とか健康に投資した方がいいって私も 100% 賛成です、うんうん、そうなんですよ、生命保険に出してるお金を自分の健康に投資すればいいのに、うん、運動はしねえわ僕と同い年ぐらいで運動してないやつっていっぱいいるんですけど、うん、明らかに体悪くなってます、うん、あの運動しない方が多数派ですね、日本人は、うん、堀江さんの年代になるとですよ、ね、今統計取りますね、お金を増やしたいなら、まあ、他人を信じるなってっていうか、まあ、お金っていうとこう、はい、増やすっていうとどうしてもこう市場のリスクっていう話が出てくるんですけれども、まあ、その株が下がるとか上がるとかっていうような市場のリスクのほかに人間に関わることによって判断を間違えるっていう人間のリスクがかなり大きな要素であるっていうことですね。もちろんその金融マンに騙されるあるいは金融マンのセールスに引っかかるっていうのが一番典型的なんですけれども、まあ、例えばでもそれは友達のこう口コミみたいなものに影響されて判断を間違えるみたいなこともあるし、まあ、お金の問題ではまあ特にあのこうまあ人を信じない方がいい。まあその生命保険はやはりまあこう非常にこう売るのに手間がかかってる商品 で、まあ商品としてこう手数料実質的に保証にも貯蓄にも回らない部分が大きいので、まあ入らない方がいいですよと、うん、まあ、あのどうしてもリスクがあって必要っていう時に最小限なくなく入る、まあ、そういうタイプのものなんだけれども、でもやっぱりこう安心のためにとかっていって生命保険入っちゃうことが結構あるなということがありますし、うん、はい、あとまあどうしてもその人に相談したい時にファイナンシャルプランナーとかってこう出てくるんですが、ファイナンシャルプランナーもその相談料だけではなくって、うん、例えばこう生命保険を紹介して保険会社からお金をもらってるという形式のビジネスをしている人が非常に多いので、まあ、これはあの商品を売る人に相談してはいけないっていう、うん、基本的にはそういうことですね、うん、やっぱりわざわざ売りに来るものっていうのは基本的に買わない方がいいですよね、はい、